100均のカトラリーを潰していこうかなと思います。スプーンの方ね、こっちフォークやけど、これで、ランタンハンガーのハンガーの部分を作っていきたいと思います。よし、潰すよ。ボール板があるんですけども、出すのめんどくさいから、電取りでいきたいと思います。今回使うのはこのショートドリル、ステンレス OK のやつね、 6mm。めっちゃ硬いからな、ステンレスって。よっ。で、穴が開きました。熱っ。そらそうやけど。はい、それではこれからは力技。ちょうどこの部分、この部分を曲げたいと思います。スプーン曲げ、ユリゲラーみたいにできたらいいけど、これでよし。で、これでランタンがこうなったときにスルスルスルとここで受けてくれるはず。でピタッと収まるといい感じ。はい、それではスプーンの方を削っていきたいと思います。こんな感じで、熱いわ。できました。それでは、先ほど削ったのを、全部つけていきたいと思います。うん、これなかなか良くなったよ。コンパクトだしね、ほらちゃんとここ引っかかりもあるし、まあ、ええ感じ。まあ、100均で作れるんやからいいでしょ。それで、これがカメラのクリップ、クランプかな。カメラクランプかな。ここにカメラをこう置いて固定、カメラをこう置いて固定できるっていうもんなんですけども、そこに自撮り棒を、これ100均で売ってるやつ、自撮り棒をつける。よいしょ。私、左利きなんで。よいしょ。で、これをここにつける。よっ。結構安定してしっかりしてるんだわ。でね、さっき穴開け加工したのがここにぴったりはまるのね。よっ。よいしょ。見えてる？こんな感じではまっていくのね。よし。はまったら、これ2分の1のアジャスターネジ、カメラをつけるネジなんですけども、それをここに、こんな感じの方がいいかな、をつけていきます。よいしょ。はい、つけました。そしたらこんな感じになります。よいしょ。これ向きが悪いね。こんな感じになります。ここは動くので、どんな形でも、どんな感じでも、でここを締めるとカッチリするので、
ここは伸びるからね、いくらでも伸びていく。で、これでランタンをこう置くと、これどう、これほら三脚とかランタンスタンドを立てなくても手元に明かりが来るっていうのが素晴らしいと思う。これ電気切るよ、ちょっとフラッシュ入れて、よいしょ、ほらほらどうよこれ、こんなちっちゃい、いつもの半分やで、これいつもの半分のランタンで、ほら大きいのはちょっとかけられへんかもしれへんけどな、耐えれるかな、わからんけど、でもこれで十分作業はできるよね、こんなちっちゃいのに。でコンパクトになるし、これとりあえず試作で1個作ってみましたけども、もうちょっとしっかりしたので作る段取りはしてるんですけどね、うん、これ切ったり料理したり、十分やと思う。これだけ、ね、これこの1個のランタンですごい軽量化はできると思うけど、私が軽量化言うなよな、あんだけ物持っていく人がまあまあしょうがない犬がおんねんからしょうがない。ワンズは下に今いるんですけどね、後で映します。うん、これ結構見やすいよね、という100均ランタンハンガー作りでした。でこれを壊すと、一つの袋に入れたらちょうどいいかもね、これよいしょよいしょ、あ、硬いね。まあまあそれだけしっかりしてるってことでいいねんけど、このクランプがちょっと大きいかな。でもこれをこうするとちっちゃくしまえるから、一応ちっちゃくはなるのね。これ一つの袋に入れとけばランタンハンガー、よいしょ、あー、こんなクソでっかいもん持っていかなくても済むってわけ。便利じゃない？私は便利と思うけどね。はい、それではちょっとランタンの紹介をしていこうと思います。